い、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。コーヒーが美味しい時期になりましたね。そしてこの企画をやる時がまたやってまいりました。はい、そうです、コンビニコーヒーの味比べでございます。確か2年くらい前に1回やりましたね。ホットコーヒーもカフェラテもアイスコーヒーもやったかな。セブンとローソンとあとファミマだったか、はい、3社の味比べをしました。で、なんだかんだ一番美味しかったのがローソンって言ったっけ。ドリップコーヒーがね特に美味しくて、味がね結構しっかりしたんだよね。ただまああれからね、各社マシンが変わったりとか、あと豆も変わったりとかして、特にローソンなんか今期間限定で、イエローブルボンだったかなの豆を出していたりとかして、まあ多分これからもね結構コロコロ変わるんだと思うんですけど、とりあえず今の現時点でのコーヒーの味比べをしたいなと思ったんで、はい、じゃあこれから買ってきます。僕的にはこうかな。マチカフェナンバーワン、セブンナンバーツーで、3位がまあファミマのエスプレッソジュースのやつかなって感じです。よいしょ。はい、すいません、お待たせいたしました。ありがとう。はい、というわけで買ってまいりました。こちら右からローソン、セブンイレブン、ファミリーマートのドリップコーヒーでございます。あ、正確には、ローソンだけエスプレッソ抽出なんで、まぁ、ちょっと違うんですけど、じゃあ飲んでいきたいと思います。じゃあまずはセブンイレブンからいきますかね。セブンイレブンはドリップ方式で、普通にブレンドコーヒーです。とりあえず今回全部100円で買える、コーヒーをね揃えたんで、本当はセブンイレブンね、キリマンジャロブレンドだったかな、ちょっと高めのやつもあったんですけど、今回は100円の普通のブレンドコーヒーを買ってきました。じゃあいただきます。ああなるほどね。まだ2つの味を比べてないから何とも言えないけど、これだけ飲んだ感想としては普通に美味しいコーヒーって感じかな。ああ、万人受けするところをうまく落とし込んだかなってイメージかな。適度に苦味もあったり、でもそこまでこう苦味に寄ってなくて、適度な柔らかさと飲みやすさと、まあドリップ方式の特徴でもあるのかな。うん、全体的に優しい感じはするけどしっかり苦味はあって、ただちょっと力不足かなって感じがするかな。なんかね、ちょっと薄い感じがする。あ、濃度の話じゃなくて、なんかこう味の厚みというか、今結構人気のフルーティーさとかは特にないですね。王道な、スタンダードな、深入りめのコーヒーって感じ。とりあえず他にも飲んでみよう。じゃあ、ファミリーマート、いただきます。あ、ちょっと香りが違う。確か以前飲んだファミリーマートのコーヒーはエスプレッソ方式だったんですよ。ドリップに変わったんですね。当時はちょっと優しいイメージだったけど、じゃあいただきます。セブンイレブンよりは苦味が弱めなんだけど、全体的にうまくまとまってる感じがする。こちらも別にフルーティーさとか特にないんだけど、あ、これね、うまいわ。結構クリアな味わいで、だけどさっき言った飲み応えというか味の厚みというかは結構しっかりある。フルボディとかそこまではいかないんだけど、すっきりめのコーヒーだけどしっかり飲めるって感じ。だから他のお菓子とか普通にケーキとか、まあ、クッキーとかいろんなものに合うと思います。チョコレートも美味しそうですね。いや、チョコレートだったらセブンイレブンの方がいいのかな。こっちの方が苦いから。でも後味もすっきりしてるし柔らかい。あれ普通にうまい。確か以前はファミリーマートを3位に僕据えたと思うんですけど、ランキング後で言いますね。じゃあ最後にローソンいただきます。じゃあ、前回は1位だったローソン、どうかな。あ、ただね、今回に関しては、さっき話したようにイエローブルボン、イパネマ農園のイエローブルボンっていう豆を使ったブレンドになっているそうです。これに関してはセブンのように選べなくても、通常のブレンドコーヒー、100円の一番スタンダードなやつがこれになっちゃってたから、そういう意味で言ったらセブンの方がちょっと親切なのかな。選べる定番のブレンドがいつも置いてあるっていうのは嬉しいよね。ローソンは基本が変わっちゃった感じです。じゃあいただきます。一気にこっちフルーティーになったな。
味わいがねかなり明るいで、ちょっと甘い感じがあるかな。うん、全体としてはマイルドなんだけど、スッキリ感で言ったらファミリーマートの方が勝ちかな。あ、でもねうまい多分焙煎度がこっちよりやや浅めの豆の、まあ、フルーティーさというか香りというか、うん、が生きてる感じがします。うん、ライトなコーヒーが好きな人はやっぱこっちの方がいいのかな。てかこの深いのを2つ飲んだ後だから、あ、これがすごくね光って見えるわ。で変にスカスカ感もないし、どれかな。ただエスプレッソ方式ではあるんだけど、苦味は特にそんなにないな。これが通常のブレンドコーヒーになったらどうなのかわかんないけどさ、どうかな。順位的にはそれぞれ飲み比べるとまた違うな。で冷めてきて若干味も変わってきた。よし決まった、オッケー。2020年カズマックスが選ぶ、美味しいコンビニコーヒー、まあ、あの僕自身のねランキングは1位ローソン2位ファミリーマート、3位セブンイレブンです。まあこれ何度も言いますけどね、僕の好みですから、まああの皆さんにもぜひいろいろ試してほしいんですけど、やっぱねローソン美味しいね。前回ランキングを作ってから、まあローソンが美味しいって分かったから、あの結構飲むようにしてたんだけど、やっぱ美味しくて安定して飲めてたんですよ。スッカスカ感がねあんまないんだよね。逆にファミリーマートは前回は、苦味はあるんだけれども、ちょっとスカスカ感があったり、なんか薄かったりとかして、あんまり飲み応えとか、あと味のまとまりもなかった気がしたんだよね。だけど、今回、エスプレッソ抽出からドリップ方式に変えたことで、うん。やっぱ味全体変わって、美味しいな。冷めても、うん。すっきり飲める。なんかと飲み合わせるなら絶対これ。でローソンはやっぱちょっと軽いから、でフルーティーさとかもあるし、ちょっと物によってはあんまり合わないかなとも思う。これは単体で楽しめるコーヒーだと思います。でセブンイレブンが前回は第2位だったと思うんですけど、かなりあの甘みとかもあったりまとまりもあって美味しかったイメージだったんだけど、ちょっとね弱いかな。いや普通に美味しいんだよ、だけどなんか普通って感じ。うん、本当になんかこう特筆するべきところがないというか、あとこっちと比べた時にねなんか負けてる気がした。うん、自分的にはね何とも言いますけど、もしかしたらこのファミマとローソンがめっちゃ味を上げてきたのかもしれない。こっちのレベルが上がってるから相対的にこっちがちょっと弱く見えてるのかもしれんな。うん、冷めた状態の味わいもね、この2つはね豆の旨味でねしっかり飲めるんですよ。これでローソンがブレンダーに戻ってどうなるかね。で、まあ、唯一の今エスプレッソ方式だから、今後この2社を追って同じくドリップに切り替えるのか、まあわからないけど、でもローソンはね、このままでいい気がするんだよね。ただ選択肢が欲しい。あの、普通の基本のブレンドコーヒーを置いてほしいな。これを基本にしてしまうと、なんか喫茶店でいういつものコーヒーが飲めなくなっちゃうんだよね。これも美味しいんだけど、安定感のあるもう一個ね、ブレンド置いてほしいなとも思いましたね。で今度セブンイレブンのキリマンジャロブレンドも試してみたいと思います。そんなにまあ値段変わらないから10円20円だったから、こっちはかなりね評判もいいって聞くし飲んでみたいと思います。まあでも2位に置いたとはいえ、このファミマが今回の MVP ですね。でもこんなに味を上げてくるとは思わなかった。今後また機会があったらね、カフェラテとかアイスコーヒーもまた第2弾をやりたいと思います。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーワールド、今日は、コンビニコーヒー3社の味比べでございました。ぜひ皆さんの好みとかもね、下で教えてください。まあ店によってもね、まあ違うだろうし、今回僕、住んでるのが駅近いんで、かなり回転率のいいねお店それぞれ回ってきたんで、多分まあそんなにブレはないと思うんだけど、僕のランキングも1意見1感想として1情報としてね、まあ、あの参考程度にしていただければと思います。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。